時刻は正午になりました皆さんこんにちはあいあいあいまた,また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 音がはい <laughs> 失礼しましたさあ改めまして皆さんこんにちは昼ラジ木曜日ミスのチラトークパーソナリティの中地美鈴ですどうぞランチのひとときお付き合いくださいあのねびっくりしたんですけどツイキャスの ライブ配信で自分の顔がね、目の前で見えるようになってるんですけど、こんなにアップ、<laughs> アップすぎるよびっくりした。あえっ、ー、と、今日はノーメイクでお届けしているので、ツイキャスからご覧の皆さんは、このアップに耐えていただければと思います。<laughs> さあもう卒業シーズンですけれどもね先週まあもう今月はもう卒業シーズンということでね県立高校始まりでね今日はね沖縄県内小学校の卒業式がもう今日はピークですねおよそ1万6000人のえと児童がえ卒業式を迎えて新たな旅立ちにね胸を膨らませているというところではないでしょうかねえ卒業生の皆さん本当おめでとうございます。 もうね、これからどんな日々が待っているのかなというところでワクワクと不安とという、ね、気持ちが入り交じりながらそしてその一緒に学び屋で、ねえー、育ったお友達なんかとまた中学に上がったりそれぞれ、ね、また私立学校に行ったりして離れ離れになったり引っ越して離れ離れになったりだとかあとはねちょっと コークが違うとかでね、また離れ離れになったりとかっていうのもあるんでしょうけれども、まあね、そういう不安もありつつ、で、でもこう、部活は何をしたいとか、いろんなまたね、夢や目標にね、また向かって一歩踏み出すんじゃないかななんて思いますけど、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。さあ、そんな中、 ラジオを聞きの皆さんは、その卒業式、どんな思い出がありますでしょうかぜひね、教えていただきたいなと思います。私ね、思い出というよりも、その頃に戻りたい。その頃に戻れるなら、戻って、あの、自分で自分の頭をどつきたい。あの、お前もっと勉強せよっていうことと、なんですぐに諦めるんだっていう、その諦め癖。 あの好奇心旺盛なのはいいんだけどあ無理と思ったらもうさっさっとさっと冷めちゃうっていうねだからねその諦め癖をその頃からあったので,でその頃に戻って頭どついて「やれや!」っつって親の親兄弟よりも自分自身がその小学校時代の自分にいわゆる逃がさないみたいなね 沖縄の言葉でぬが原さんって言うんですけど <laughs>、これ沖縄本島だけかな？ぬが原さんっていうのがあるんですけど。自分でね。逃がさないようにして、徹底的にあの持続力というものをあの, <laughs> あの。作ってあげたいななんて思うんですけどね。うん。そんな感じですかね。だからね。思い。出って っていう小学校時代の思い出もうこの年になるとねかすかに覚えてるんですけどなんかね校長先生とハイタッチをしたりしたんですよね今の小学校はなんかこう一人一人ステージの上で目標とか夢とかそういった発表をすると思うんですけどその私たちの 当時の卒業式はそういうこと一切なかったのはもう卒業証書を取って歌歌ってで校歌も歌ってえと在校生からもなんかそういう祝いの言葉みたいなのもらってで退場するみたいな感じだったんで今みたいにものすごくなんか卒業式で印象に残ることみたいなものは多分当時あんまなかったと思うんですよね。 歌歌って贈る言葉を歌ったぐらいから武田鉄矢さんのそんな感じかなで花束はもらったねもらってあ泣いてたあのねな小学校泣いた記憶がないと思ったんですけど写真を見たんですよ先日。 小学校時代の泣泣いいいててまししたたたねよ今思出そうそうそう多分多分当時の私からするとやっと小学校生活から抜け出せられるっていう喜び泣きじゃなかったかなって記憶があるんですけどね多分そんな感じじゃなかったかなと思うんですけど。 さあ皆さんよーくよーく振り返って小学校時代のね卒業式とかどんな思い出があったのかそれからまあその当時をね振り返れるとするならばあ振り返るというかその頃に戻れるとするならばどうしたいですかとか何かそんな感じでね皆さんからメッセージをいただけたらなというふうに思います。 さあメールアドレスです。ひるらじ12アットマーク Gmail.com ひるらじ12アットマーク Gmail.com までお送りください。でね、FM ギノワン、そして FM 那覇でも、えー、この時間帯は聴けるようになっております。 f m ギノワンでお聞きの方 797−FMGINOWAN.com からお送りくださいまた FM 那覇でお聞きの方はひるらじ 12−Gmail.com ひるらじ 12−Gmail.comHiRURAJI12−Gmail.com までお送りくださいお待ちしておりますさあ今日ラジオ聞きの皆さんにはリスナープレゼントも用意しておりますよ えっと、今日のリスナープレゼントは沖縄市にあります沖縄市の丘の上にあります沖縄グランメールリゾートのドレスダイナーのランチ券を一組様にプレゼントいたします豊富なメニューに沖縄を感じさせる贅沢なバイキングを沖縄市の丘の上でお楽しみください 懸命に「ヒルラジリスナープレゼント」と明記していただいて本文にはあなたのお名前連絡先を必ず明記してくださいまた番組へのご意見ご感想もお待ちしております先週のリスナープレゼントは沖縄マリオットリゾートスパのオールスタービュッフェペアランチ券を、えー、プレゼントいたしましたが当選者は、えー、ラジオネームセブンさん そしてラジオネーム、キャップさんに決まりままりしたおめでとうございます、えー、こちら当選者の方はですねスタジオに取りに来ていただくかもしくは郵送可能な方郵送可能といっても着払いで郵送可能な方とさせていただきますのでご了承ください。 で今日のリスナープレゼントは沖縄市の丘の上にあります沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのランチ券をお一人にプレゼントいたしますどしどしご応募くださいさあこちらメールアドレス応募メールアドレスこちらも同じ ヒルラジ十二アットマーク gmail ドットコムヒルラジ十二アットマーク gmail ドットコムまでご応募ください。締め切りは今週いっぱいとなっております。たくさんの皆様からのご応募お待ちしております。はい。さあ、こんなもん。あ、そう。あとですね。えっ、ー、とこちらえっ、ー、とですね。ご協力のお願いがございます。 えー、中部特集会病院さんより、えー、身元不明の情報提供、ご協力のお願いでございます。3月22日、昨日ですね、3月22日、水曜日、えー、夕方ですね、午後4時ごろ、えー、コザ新スタジアム周辺のランニングコースで、男性が、えー、身元不明のまま倒れているところを発見されました。年齢は30代から40代 くらい身長は185センチぐらいで中肉中背髪型は、えー、長髪で黒髪だそうです服装は黒い長袖黒い長ズボンブルーのラインが入ったランニングシューズが絵を着ていいいたととうこです履ていたということです でえー、またですね、えー、体トレーナーという音楽プレーヤーを、えー、発見時、身につけていたということです。えー、現在ですね、えーと、身元が分からなくて、えー、病院にいらっしゃるんですが、えー、現在、意思、えー、疎通も難しいということです。えー、お心当たりのある方は、FM 小座098-934-8653 九三四八六五三またはですね中部特集会病院零九八九三二一一一零九三二一一一零中部特集会病院までご、えー、電話をお願いしたいと思います。えー、昨日の三、えー、月二十二日水曜日午後四時頃、えー、沖縄市 の諸見里にありますコザ新近スタジアム周辺のランニングコースで、えー、身元不明の男性が、えー、倒れているところを発見されました年齢は30代から40代くらいで、えー、と身長は1 8 5センチぐらいですね、えー、中肉中背で髪型は長髪黒髪ですで、えー、服装は黒い長袖黒い長ズボン そしてブルーのラインの入ったランニングシューズを履いていたということです。また、えー、体トレーナーという音楽プレーヤーを、えーと 字は身につけていたということだそうです。えー、身元がわからない状態で、えー、現在も、えー、中部特集会病院にいらっしゃいます。お心当たりになる方は、えー、中部特集会病院、または FM 小沢までお問い、えー、お電話をください。中部特集会病院の電話番号は09、098-932-1110、098-932-1110、FM 小沢は09、098-934-1110、 八六五三零九八九三四八六五三までえ皆様のご協力をお願いいたします。F.M. 小座より身元不明者ご協力のえ情報ご協力のお願いお知らせでございました。さあ今日のメニューをご紹介してまいりましょう。健康とびをテーマにお届けしますチュラトーク。 週替わりでお肌のこと、アロマのこと、運動のこと、食のことなどについてご紹介していきます。今日はね、食のことですね。そしてお昼ご飯何食べてるのリスナーに電話をかけておしゃべりしてみようのコーナー。さあ、メールで電話番号を教えてください。こちらから直接お電話をしておしゃべりしてみようというお試しコーナーとなっております。 そして週末イベント情報週末何するどこ行くのお時間は今週末まで開催されます煙突町のプペル店についてご紹介していきたいと思いますそしてユンタクタイムとなっております皆さんから全メッセージぜひお待ちしてますのでガシガシ送ってください待ってますミスのチラトークこの後12時56分までお付き合いくださいこの番組は 目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入参は沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りします。さあ今日のオープニングナンバーです。春ソングといえばこちら。 で桜酒 ミスのチラトークお届けしております。先週ね、メッセージいただいておりましたんで、この時間ちょっとご紹介したいと思います。ラジオネーム沖縄市のカージューさんからです。ありがとうございます。あ、カージューさんじゃない。カジューさん。カジューさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、ミスさん、大阪からドタバタでしたねって、<laughs> 先週ね、電話つなぎを自らやってみようということで、えっ、ー、と、やってみたんですけど、うん。 ちょっとね、やっぱりね、周りに人がいるっていうこともあって、こそこそ喋るような感じをしたのでね、聞き取りづらかったかもしれませんね。さてさて、えっ、ー、と、睡眠、寝相、大切ですよね。私も寝る前にストレッチは欠かさずやってます。今日は曇り、午後も頑張ります。ということでね、リスナー、プレゼント、当たってなかったね。 でこちらはラジオネームまっぺさんからもいつも楽しく聞かせていただいていますということでマリオットのリゾ,ーマリ,オットリゾートのランチペア券です欲しいですって言ったんですけど違う人に当たってるごめんなさい。ね、また今週も リスナープレゼント用意していますので、ぜひねご応募ください。お待ちしております。そう、あの寝相はねとても大切だということを先週お話ししましたね。あのやっぱりねあの寝て寝 寝てる間にこう体を調節しようとする働きもあるらしくてやっぱり寝てる時に身動きを取る、ね、寝返りをしたりするっていうのはすごく大切なので寝返りを打ってないとやっぱり疲れが取れないというお話を先週の放送でしたんですけどね、まあ、その話題をちょっと触れていただいていますありがとうございます、はいえー、皆さんからのねメッセージもお待ちしてるんですけどでこ、えー、とこの次の次の次の。次の コーナーね、2個後のコーナーはリスナーさんと電話をつないで、えっ、ー、といろいろなお話ってお話をしてみようというコーナーなんですが、えっ、ー、とメッセージがね、誰もリス番号を教えてくれないからね、かけれないの。<laughs> さあ誰に電話をつなごうかなと思っております。さあそれではまずはこのコーナー行ってみましょうか。 チュラトーク健康とビをテーマにお届けしますチュラトーク今日は第4週目ということで食についてのお話題ですさあずっとね食の話題ということでご紹介しているのは 第7の、えー、第7栄養素と言われているファイトケミカルファイトケミカルズについてのご紹介なんですけれどもえっ、ー、とねまずなんで、えー、このずっとファイトケミカルズを紹介しているかというと新しく発見されている、えー、非常にねあの体にいいものだと、えー、体のね、えー、パワーを高めてくれるというようなお話をずっとしてきているんですけれども。 まあねあねの体の不調っていうものとかそれから老化というものはやっぱり、えー、活性酸素がその一因になってるということなんですね。で偏った食生活悪い食生活習慣生活習慣ね、えー、悪い生活習慣 とかが原因で大量に発生するこの活性酸素なんですがこれが細胞を攻撃して不調とか老化を引き起こすということなんですでこの活性酸素っていうものは普通に生活をしていても体は体がね作り出すものなので適量であれば菌から細胞を守る役割を果たしてくれるんです適量ならばですよ この活性酸素っていうのは普通に体で作り出されているものなんですが、これが適量であれば、菌から細胞を守ってくれるという役割を果たしてくれる適量であればいいものなんです。だけれども、大量に発生すると、これまた一転して、細胞を攻撃して劣化をして、 劣化をね、引き起こすんです。劣化を引き起こす原因になってしまうわけなんですね。で、細胞の劣化は深刻化すると病気や生活習慣病につながるため対策が必要になってくることなんですね。で、この活性酸素、まあ、体が作ると、作り出すものなんだけれども、大量に発生すると攻撃する。 これね、何が大量発生させるかっていう原因は、ストレス、紫外線、飲酒、喫煙。これらが活性酸素を大量発生させるというものなんですね。で、これが大量発生していくと、細胞が劣化、老化していくということなんです。 で、そうすると、どういうと症状が出てくるかっていうと、やはり、えー、日々の悩みとか、老化につながってくる。日々の悩みといえば、例えば、冷えとか、お肌の老化とか、目、鼻の痒みとか、便秘がちとか、ちょっと太りやすくなるとか、白髪とか、薄毛とか、とか胃の不調、胃の不調ですね。髪の毛のダメージ、頭痛がち、 それから、えっ、ー、と、膝が痛いとか、目の乾き、肌の乾燥、物忘れ、疲れやだるさ、喘息、肩こり、目の疲れ、免疫力の低下、口内炎と。こういうことにつながっていくわけなんです。で、これが深刻化していくと、さっき言ったように、病気とか、生活習慣病につながっていくということなんですよね。 で、この、これらの活性酸素が大量に発生していると、どうじゃあ対処すればいいのか。やはりね、植物だけが持つこの活性酸素吸収力があるファイトケミカルを取り入れた方がいいということが分かってきているんですね。 でこのファイトケミカルズというのは植物だけに含まれている成分の総称なんですけど植物だけに含まれているんですこの植物だけに含まれている成分の総称をファイトケミカルズというわけなんですねでこれって何かっていうと活性酸素を吸収する力があってで オープニングで話したように第7の栄養素とも呼ばれているということなんです。でよく知られているのはポリフェノールイソフラボンカテキンでねこれらをはじめ数千から数万種類もあると言われているんですね。で何に多く含まれているかというと皮果物とか野菜とかの皮や種に多く含まれているということなんです。 野菜や果物の中でも普段食べずに捨ててしまうところ、皮とか種とか、そこに多く含まれているので、よりよくね、効率よく摂取するには調理法を工夫して、種とか皮も捨てずに丸ごと使うことが重要だと言われているんですね。 うんでえー、有機栽培の方がファイトケミカルスは豊富だということなんだそうです。一般栽培の野菜や果物よりも有機野菜のものの方が多く含まれていることが分かっているんだそうです。で、例えば、ブドウとかアセロラなどに多く含まれるアントシアニンは一般栽培と比べて有機栽培のものが含有率は1.5倍ほど多いと。 といううことなんだそうですぜひねなるべく有機栽培のお野菜とか果物とかを探してそしてととか種とか種を捨てててずに、ね、うまくく調理してみてくださいそれからねファイトケミカルを摂取していって大量に体の中で発生している活性酸素をねぜひ取り除いていただいてそして健康な体を作っていただきたいと思います。 健康と美をテーマにお届けします健康と美をテーマにお届けしますチュラトーク今日は第四週目ということで食についてファイトケミカルについてご紹介しましたそれではここで一曲お届けいたしますベイフォールズファイブでジャクソンカナリー 確認してないんだよね。<laughs> さあこの時間は「今みんなな何食べてるのかな <laughs> リスナーさんに電話をかけておしゃべりしてみよう」のコーナーなんですけれどもいろいろとねいろんな方々にちょっとお電話をつなげたりとかしてきたんですけど今日ね卒業式でみんな忙しいのかな <laughs>、えー、何もない何もないぞ この時間、ね、リスナーさんと電話をつないで、えー、といろんなおしゃべりをしてみよう今お昼時だし何を食べてるのとか今何してるのとか何か告知とかあるのとかそういうのをねいろいろとたわいもないお話をしたりだとかそういうことをするコーナーを試し的にやってるんですがお試し期間でやってるんですけどな,かな,かな,いです、ね、なので <laughs> 今日はある,ある方に電話をつなげようかなって。 突撃でと思ったんですけど卒業式で多分忙しいだろうっていうことが判明したので普通にお知らせタイムで行きたいと思います <laughs> あのねあのこの番組で大変お世話になっております沖縄グランメールリゾートさんからのお知らせなんですがレストランシュナでは厳選された え極上の素材を職人が一貫ずつ握る贅沢寿司を振る舞っておりまして、連日ほぼ満席という好評をいただいております。で、土日は通常2480円でご案内しておりますが、FM 小座を聞いたとお声掛けしていただきますと、今週の土日25日26日限定で平日料金と同じ1980円。 なんと、今度の土日、25日、26日は限定で、FM 小座を聞いたよとお声掛けしていただくと、平日料金と同じ、1980円でご案内するということです。うん。でで、ね、座席はもう満席になる可能性があるということですので、ご利用の際には事前にご予約をお願いします。えご予約の際なんですが、11時30分から、 えー、午後1時あ、ごめんなさい、11時30分から、もしくは午後1時30分からのコースをお選びください。11時半か1時半のどちらかのコースをお選びください。ねえー、今度の土日、25日、26日は限定で、平日料金と同じ1980円でご提案します、ね。ご提供するんですが、ただし、キーワード。 FM 小座を聞いたよとお声掛けしていただくと1980円でお召し上がりいただけるということです。ご予約は098-931-1585931-1585沖縄グランメールリゾートこちらまでお問い合わせください。またね、詳しくは沖縄グランメールリゾートのホームページでご確認いただけます。 また今月いっぱいなんですが、えー、沖縄グランメールリゾートレストランドレスライナーではですね、えー、ドレスライナーでは幼児小学生がランチ無料となっております。春休みのお母さんには嬉しいじゃないですか。幼児小学生はランチ無料となっております。これね、小学生の対象は今日卒業した児童も含みますよ。小学生対象は 今月卒業した児童も含みます。で、ご利用の際には大人1名の同伴が必要となりますのでね、子供たちだけではできません。ちゃんと大人の同伴が必要となっております。え今月いっぱい、レストラン、ドレスダイナーでは幼児、小学生、ランチ無料となっております。今日ね、卒業を迎えた児童の皆さんも含みますよ。ただし、ご利用の際にはお一人、 大人の人が一人同伴必要となっておりますのでお気をつけください。二つのお話ありましたよ。覚えてますか今度の土日は FM 小座を聞いたよと言っていただけるとレストランシュナでのお寿司がなんと1980円でいただけるということです。そして今月いっぱいレストランドレスダイナーでは小学生幼児 ですね。幼児小学生がランチ無料となっておりますのでね、ぜひご利用ください。沖縄グランメールリゾートさんからのお知らせでした。さあ、そしてもう一つ、こちらもね、何度かご紹介しているんですけれども、えー、ぜひね、番組をお聞きの皆様ご協力をお願いいたします。えー、中部特集会病院からの 皆様へのご協力ですご、ね。ご協力のお願いです。えっと、身元不明者の情報提供のご協力のお願いです。え昨日ですね、3月22日水曜日午後4時頃、沖縄市諸見里にあります小座新勤スタジアム周辺のランニングコースで身元不明の男性が倒れているところを発見されました。 年齢は30代から40代身長は1 8 5センチぐらいで中肉中背髪型は長髪黒髪です服装は黒い長袖黒い長ズボンブルーのラインが入ったランニングシューズを履いていましたまた、えー、音楽プレーヤー体トレーナーという、ね、音楽プレーヤーを発見時身につけていたということです まだね、あの身元がわからない状況で、えー、病院にいらっしゃるということです、えー。現在ね、意思疎通もちょっと難しいとのことです。お心当たりのある方は、FM コザ098-934-8653。 または、中部特集会病院、中部特集会病院098-932-1110-932-1110までご連絡をお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします。FM 小座より身元不明者情報のご協力のお願いでした。 週末イベント情報週末何するどこ行く 週末イベント情報週末何するどこ行くのお時間ですえー、っとですね、今日ご紹介するのは、今週末まで開催されます、煙突町のプペル展です。この煙突町のプペル展、これはね、あの、お笑い芸人兼絵本作家として、えー、活躍しております、えー、キングコングの西野さんの話題の新作絵本なんですが、 あのこれね実はあの東京とかでもその、えー、この煙突町のプペル展って展示会があったんですけれどもそれを見た沖縄の事故委員がぜひ沖縄にも持ってきて沖縄でもやりたいということで今そのプペル展があの開催されているんですね。でこれ、まあ、どんな絵本の内容かって言いますとこの煙突町は煙突だらけでそこ 頭からこう煙が上がっていて頭の上は黙々黒い煙で黙々とで黒い煙に覆われた煙突町の住民は青い空やっていうものを知らないんですね輝く星も知らないとでそこで生まれたゴミ人間プペルと親を亡くした煙突掃除屋の少年ルビッチのもとに起こる奇跡の物語ということなんだそうですで、えーこの キングコングのね、えー、絵本作家でもあります西野さんは0.03ミリの極細ペンで描いた絵コンテをもとに総勢35名の35名のクリエイターさんたちが集結して制作期間4年半の歳月をかけて作られた超大作になっているということなんですね。で、今回このプペル展は従来この美術展 とかっていうと、その絵に光を当てて展示しますよね。ではなくて、そういう従来の美術展のような展示ではなくて、絵そのもの自体を光らせるというものなんだそうです。特殊なフィルムに絵をプリントして、後ろから LED ライトでピカーンと光らせているということなんですね。で、実際にこの東京で、えー、見たメンバーは、 この世界は美しいってすごいってこんな絵画展見たことがないという衝撃を受けてこれ東京に行かないと見られないなんてもったいないなんとかして沖縄にこの感動を届けたいということで沖縄実行委員のメンバーが一丸となって主催してと いうことなんですね。で、このプペルテンなんですが、煙突町のプペルテンは、もう3月26日、今度の日曜日までとなっているんですね。で、えー、場所はですね、那覇市おもろ町にあります、T ギャラリア沖縄。えー、1階、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、第1会場と第2会場がありまして、えっ、ー、と、第1会場は2階にありますメインデセプションホール内。 第2会場は3階のパインツリーブレス内ですね、えー、レストラン内で行われているということなんだそうですでこちら入場なんですが大人は無料ですで子どもは,はなんと実は300円子どもといっても小学生から高校生までは300円とでね あの、これなんで300円と設定したかと言いますと、主催者の思いがありまして、300円と設定していますが、最近、人助け、または、えー、これからの目標、それをね、会場で書いて、投函するだけで、入場はタダになるということです、えー。最近やった人助けのこととか、これからやる目標とか、写真とかを、えー、会場で書いて、 投函するだけで入場はタダになるということ。それから、えー、お手伝いを約束できる子は無料になるということなんですね。で、えー、これをこう人のために何かをやろうと考えて行動してくれることを願って、 でその目標とか人助けをやったこういうことをやったよっていうことを会場内で書いて投函するだけで無料になるということなんだそうですつまりは良いことの約束ごとということでまあ子どもたち300円を手にして来てくれるかもしれないしでも年出することは難しい子もいるかもしれないどんな状況であっても全ての子どもたちが絵を見るために人助けをしている くれることにこれにつながっていくのではないかということでねそんな大人たちの、えー、そして子どもたちの学びがあるかもしれないという期待も寄せての入場料になっているということです、ね、もう春休み入りますのでねぜひねファミリーでこの煙突町の、えー、プペル店足を運んでみてはいかがでしょうかということでですね、えー、今度の日曜日まで開催されます 煙突町のプペル店についてご紹介しました。週末イベント情報、週末何する、どこ行くのお時間でした。それではここで一曲お届けいたします。ボズスキャックス We are all alone お送りしてきました。昼ラジ木曜日ミスーのチラトーク。今日もお付き合いいただきありがとうございました。 今日はねいろいろとなんか情報が入ってきておりましたのでいろいろと、ね、ご紹介しましたけれども、えー、また最後にねもう一回ご紹介したいと思います、えー、中部特集会病院さんより身元不明者情報提供の皆様のご協力のお願いです昨日の午後4時頃沖縄市諸見里にあります小座心筋スタジアム周辺のランニングコースで身元不明の男性が倒れているところを発見されました年齢は30代から40代身長は 185センチぐらいで中肉中背。髪型は、えー、長髪黒髪です服装は黒い長袖黒い長ズボンブルーのラインが入ったランニングシューズを履いていましたまたかな、えー、体,体トレーナーという音楽プレーヤーを発見当時身につけていたということですまだ、えー、と身元がねわからないという状況ですで意思疎通も難しいとのことです お心当たりのある方は、FM コザ098-934-8653、934-8653、または、中部特集会病院098-9321110、中部特集会病院9321110までご連絡をお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします、ねえーとまあ、昨日は、ね、日中ちょっと かかったというかちょっとね風は冷たいんですけど日差しはねすごく照りつけていた時間帯でもあるのでうーんちょっとね こう普段走り慣れれれててている方も体調崩されてあの倒れてらっしゃったんじゃないかなと思いますあの普段からねジョギングされてて最近ちょっと連絡が取れないあ電話してるんだけど連絡が取れない、えー、とか会社に来てないとか、ね、お心当たりのある方いらっしゃいましたらぜひね、えー、FM 講座もしくは中部特集会病院までお問い合わせ、えー、お心当たりのある方はお問い合わせしてみてはいかがでしょうか皆様のご協力をお願いいたします。 とということで、えー、お届けしましたミスのチュラトーク FM 那覇でお聞きの方 FM 宜野湾でお聞きの方今日もありがとうございました。 でねリスンラジオでねあの全国各地から聞かれている方もいらっしゃるでしょうし、えー、ツイキャスやユーストリームからご覧になってお聞きの方もいらっしゃると思います本当にありがとうございましたさあ来週もですねえっ、ー、と来週は三十日か30日も春休み真っ只中でお届けしたいと思いますのでぜひね来週もお付き合いいただきたいと思います最近ねちょっとねメッセージがね少なくなってるんですよやっぱり年度末なので皆さん忙しいんでしょうか <laughs> まあでもね。三寒四温の季節ですので、あの皆さん体調を崩さないようにお気をつけください。ということで、私とはそろそろお別れです。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場乳酸は沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他、各社の協力でお送りしました。 引き続き、FM コザ、FM ギノワン、FM ナハでお楽しみください。私とはまた来週です。皆さん、におい週末を。バイバイ